さあ続いてはこれも完全 SS レアですね。これ SS レアのシンターレックス。僕もミュートンでは全く分かんない。よく見ますけど、うん、初めて見ましたね。もしかしたら今日この日のために温存してたまであるよ。まあでも、うん、シーターさん本当にゲーム上手い系の人なので何でも使いそうで、この間のなんだっけ、ツイッターで流行ってたあの反応速度測るやつあんじゃん。あー、はいはいはい、11フレぐらいだって。 11? 俺27フレぐらいだった。ダート立てる。やばくね。バケモンですね。バケモンだ、バケモン。さあそのバケモンをアレスが使ったらどうなるのか。危ない。バックステリー。もう一回ほど、おーすごいすごい、波動波動波動。なんか弾の数がすごい、なんかレインボーみたいな、一つレインボー。さあカナダメスタムが強い。竜巻を EXR2 で追っていく。見えてる。あ、これは痛い、結構痛い。さあいかに動くといえども画面足はきついか。逃げてめっちゃキッコロ頭蓋破殺波動空中竜巻。とにかくこの空中竜巻当たる。さあ大足を大昇竜で合わせて、さあ竜巻、あ、抜けんだ。抜けるんだ。あれ無敵時間、もしかしたら、もしかしての無敵時間、あれっつもあった。分かんない、全然知らない。あれがどういう技かすらも俺は理解してないから。さあ大パンチ、大パン、ストロングスタイル。さあ体の熱さって強い。あ、じゃあ行ってきます。